本日発売の限定版を開封。めぐみのバスタオルとは、あんまイケメン顔で食べる。今日のあまちゃんでございます。あまちゃんがイケメン顔でもりもりご飯食べてます。しかもね、チキンをのけてビーフだけを食べようとしてる。ダメですよ。最近ね、チキンもね、また食べるようになってくれて、よかったんですけど。どうかっこいいって言ってる。ちゃんと撮ってねって感じ。はいはい。じゃあ、たくさんご飯食べてくれてよかった。それでは本編スタートです。どうもプニーでございます。お元気ですか皆さん。今日はですね、ついに来ましたよ。今日発売日ですよ。うちにも届きました。届いたのね、午後になっちゃったんで、急いでね、動画を作っております。いやー、ついに来たね。来たよー。開けちゃうよー。みんな中身見たいでしょ。限定版のね、中身、皆さんはね、限定版開けずに私の動画で、我慢していただけたらと思います。さあ、なんだこれ、すごいね、しわくちゃのかぼちゃパンツみたいなのが出てきた。今回私が買ったのはですね、ファミ通のデラックスパックっていうものになります。 Amazon で売っていて 15,400円ということなんですけれども、結構ついてるものがいろいろ入ってるんで、お得かなと思って買いました。こちらですね、めぐみのバスタオル、こちらが、どんなものなのかね。ニポポ人形アクリルスタンド、これもどういうものなのか、ちょっと楽しみですよね。あと結婚式マグカップ、これもね、ついていますよ。どんなデザインなのか。そしてオリジナルクリアファイルですね、こちらも、見ていきましょう。で、今回の予約特典は、ログインの、資料集と、あとサントラですね、CD。で、パッケージ版購入すると、ファミコン版のオホーツクがもらえるということで、開けていきたいと思います。どんな感じかな?さあ。おう。これがマグカップですか。開けていきますよ。皆さんは、あれですよ。限定版、開けなくても、いいですよ。まあ、コレクションとしてね、取っとく方もたくさんいらっしゃると思うので。よいしょ。さあ、見ていきましょう。なんなら、限定版のネタバレになるんでね。もしあれだったら、ブラウザーバックしてください。あ、結婚しました。おー、ハッピーウェディング、なるほどね、結婚しましたの引き出物的な。引き出物で合ってる。そんな感じの、ものかな。で、今回のこれですよ、めぐみのバスタオル。正直めぐみさんがしてるピンクのバスタオルだと思ってた。そしたら違うんだな。ちょっとね、綺麗に撮りたいんで頑張ってます。ジップオイルかけてね、撮っていきます。よし、撮れた撮れた。で、糊がついてるんで、それはね、綺麗に撮っときます。さあ、楽しみですね。めぐみさんっていうのは、この、ゲームに出てくる、女性の方です。
入浴シーンがあるんですよね、お風呂のシーンが。そこで巻いていたバスタオルっていうことなんですけど、ちょっと想像してたのと違ったな。こちら、うわすごいね、ゲーム画面そのままなのかな、まだゲームしてないんであれなんですけど、うわ生足で、こんな感じ、うわすごい、こういう感じか、バスタオル。このね、ピンクのバスタオルがついてくるのかなと思ったんですよね。そっか、こういう感じか。使用済みバスタオルじゃなかったわ。当たり前か。すごい。しかもね、バスタオル結構ふわふわしてる。これは嬉しいな。というわけで、バスタオルでございました。開けちゃいましたね。皆さんは、未開封で、我慢してください。よし。いやー、このバスタオル使えないよなー。もう、オホーツクにキユー大好きなんで、ポートピアも好きなんですけど、いや、ほんと大好きな作品なんで、これはね、もう速攻予約しちゃいました。いや、嬉しい。バスタオルでございました。じゃあ次、どんどん見ていきましょう。これがニポポ人形のアクリルスタンドですね。これは、あれだね。なんかサンプル画像あったけど、さっき。まあ、似てるね。似てるっていうか、そのままかな。じゃあ次。これ、ソフトですね。これはね、もう開封してゲームしちゃいます。じゃあ次ですね。こちら。クリアファイルですね。え、これかっこいい。いいじゃん、クリアファイル。いいですよ。やったね。じゃあ次ですね。こちら、ログインの、資料集ですね。初回限定の特典ということで。パッケージ版を予約して買った方には、みんなついてきてるのかな。よいしょ。いや、この資料集。ちょっと見てみましょうよ。いや、懐かしいな、ログインな。買ってたわ。あ、ロケハンのやつとか。あんまり見せられないからさ。あれですけど。なんかこんな感じの。いや、これはちょっと、なんて言うんだろう。普通に売ってほしいよな。いや、これは、ちょっと嬉しいですね。あと、これが CD ですね。37年の時を超えた名曲たちの新たなる降臨ということで。いやー、これどうしようね。聞くか聞かないか迷っちゃうけど。まあ作中で聞けばいいっていうのもあるからな。ゲームをすればいいじゃんっていう感じでね、ちょっと思えちゃうんで。というわけで、これがね、限定版の中の全てでございました。いや、皆さんの代わりにね、開封できたと思います。ぜひね、皆さんはこの動画で、開封せずに、コレクションもできることでしょう。というわけで、今日もご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。いやー、本当に大好きな作品なんで、限定版にね、飛びついちゃいましたけど。
これは楽しみですね。またね。